私が人間だとでも思っていたの？だから少しもらうわよ。大丈夫、痛くはしないからね。痛くしないって言ったのに、こんなに怯えてかわいそう。ミカゲ、ほら、私の目を見なさい。
これで大丈夫。どう？痛くないでしょ？これでもう怖くないでしょ？姉様が暗示をかけたの。もういいわよね。いただきましょう。そうしましょう。いや、だからやだってば。まだ覚悟ができないの？人がせっかく痛みを消してあげたのに。なのにまだ拒むの？あんまり聞き分けがないようだと、今度は痛みを倍にしてあげてもいいのよ。おとなしくしていた方が、あなたのためにもなってよ。ね？心臓がドキドキいってるわよ。この肌の下で血が駆け巡っているのがわかるわよ。は
あなたの血、やっぱり本物よ。あなたのこと手放すのが惜しくなっちゃったねえ、ミカゲ。よっぽど飢えていたのね。この子もあなたを離したくないって。あなた、名前は？聞こえなかったの？私はあなたに名前を聞いているの。け、あとけ。佐藤さんのさの字を羽織バカマのハの字に。いい名前ね。気に入ったわ。ミカゲ、そのぐらいにしておきなさい。私もね、この血の味がとても気に入ったの。だから主様にあげるのはやめにするわ。姉様、こんなに汚してしまってはしたない子ね。姉様、ごめんなさい。別に謝らなくても。夢中になるのもわかるもの。だから K は私たちでもらうの。だからそんなに焦らなくてもいいのよ。姉様、逃がしたりはしないもの。ここで獣のように貪る必要はないのよ。でも姉様、ニエの血は。いいの、決めたの。構いやしないわ。もともと K はいらない子。まさかの時の念入れに過ぎなかったんだもの。うまく隠れていましたから。でしょう？こうして姿を現したのはたまたま。このニエの血は余力のようなもの。それなら。私たちがもらってしまってもいいんじゃないかしら。
うでしょう、ケイ。違って？あなたは私たちのものになるのよ。そんなことはさせないわ。私はユメイ。ケイちゃんを守るために形になった。あなたたちとは対立するもの。あなたは確か10年前の。それでのこのこ現れたのね。また私たちの邪魔をするの。するわ。ケイちゃんから離れなさい。嫌だと言ったらどうするつもり？私、しまったんだけど。とてもおいしい血だったわ。温かくて甘くて。ケイちゃんを傷つけたのね。